ウクライナを訪れている IAEA 国際原子力機関の専門家チームは8月31日、ロシア軍が占拠するザポリージャ原発近郊のザポリージャ市に到着しました。グロッシ事務局長は1日から原発での調査活動に入る方針を示しました。 ただ原発の周辺では今でも砲撃が続いていて異例の戦時下での作業となり調査活動は難航しそうです。